マーカス・スティーブンはナウルの政治家で元大統領。かつては世界的な重量を上げ選手だったことでも知られている。当初は OG フットボールのローカルチームの選手として活躍していたが、後に重量を上げの選手へ転身した。1989年にナウルウェイトリフティング協会が設立され、当時のナウルにおける唯一のトップクラスの重量を上げ選手であった。 スティーブンに国際的に競争する機会を与えた。1992年にはバルセロナオリンピックに参加したが、当時のナウルにはオリンピック委員会が設置されていなかったため、サモアの市民権を獲得し、サモア代表として参加した。1993年にはナウルにおいてもオリンピック委員会が設立されたことから、スティーブンはアトランタオリンピックとシドニーオリンピックにおいては、 長年の念願だったナウルの代表として参加することが叶った。シドニーオリンピックの際はナウルにおいてわずかな間ながら聖火ランナーとしての大役を果たすことができた。特にコモンウェルスゲームズでの活躍は目覚ましく、1990年大会の 61kg 級では金メダルを獲得した。1994年大会の 59kg 級。 1998年大会の 62kg 級では、それぞれ3つの金メダルを獲得した。最後の参加となった2002年大会においては、62kg 級で3つの銀メダルを獲得した。1997年以降は、ナウルオリンピック委員会において、会計の業務を担当していた。2003年5月3日に、スティーブンはエワ地区及び、 アネタン地区において215票以上の得票数を獲得し、ナウル議会に当選した。レネ・ハリスが大統領を務めていた2003年8月8日から2004年6月22日までは、文部大臣と大倉大臣を務めた。2004年10月には議会に再選された。ナウルが2005年6月15日に国際捕鯨委員会に加入したことに伴い、 スティーブンはナウル代表の候補者となり、同月に韓国のウルサンで開催された IWC 会議にナウル代表として参加した。2007年8月の選挙においても再選された。8月28日にスコッティ大統領に対する不信任案が持ち上がった際、スティーブンは大統領候補として立ったが、不信任案は否決され、スコッティは再選された。しかし、 2007年12月19日に、スコッティ大統領に対する不信任案が可決した後、スティーブンはナウル大統領として宣誓した。就任時は38歳と、歴代最年少で大統領に就任したスティーブンは、閣僚の面々の大幅な若返りを実行し、国民からも一定の評価を得ることができた。しかし、スコッティ前大統領の頃から開始された。 直接選挙による大統領選出を実現するための憲法改正協議に関しては議会の妨害に遭い続け実現できないままとなっている。2008年3月には不信任案が議会に提出され議長の辞任によって廃案となったものの国内では警察署が放火されるなど暴動が発生する事態にまでなった。 2011年11月10日に野党から汚職疑惑を追求される中で大統領職を辞任。林産取引で不当に利益を得ようとした角で攻め立てられたが本人は事実無根のデタラメと否定していた。大統領職は辞したものの国会議員には止まった。ありがとうございます。